世界的に有名な俳優、ロバート・デ・ニーロが、海外のトーク番組で日本の北摂酒造について話し、大きな話題を呼んでいます。日本人シェフの松久信幸さんと共同で、日本料理レストラン、ノブを世界的に経営したり、日本のライフスタイルをモチーフにした、日本風ホテルの経営に乗り出すなど、大の日本好きとして知られる、ロバート・デ・ニーロ。そんな彼は、過去のインタビューで自身の息子が、精神障害を患っていることを明かし、親なら誰でも子供のことが心配ですが、このような病気を患った子供を持てば、なおさらです。悪夢のような出来事に動転するばかりですが、乗り越えるしかないんです。と涙ながらに語っていました。そんな彼の心の支えとなったのが、日本にある北摂酒造だったのです。では、世界的に有名な俳優を夢中にさせた、日本の魅力とは何なのでしょうか。今回は、ロバート・デ・ニーロの日本でのエピソードと、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。俳優としてのロバート・デ・ニーロ。彼の名前を知らない人はいないくらい有名な俳優、ロバート・デ・ニーロ。これまで数多くの作品の主演を飾り、数々の賞も受賞しています。今でこそハリウッドの顔として知られていますが、1963年のデビューから70年代に入るまで、評価はされていたものの、無名の俳優だったのです。代表作の一つであるゴッドファーザーパート2は、ロバートの名前を世界に広めた出世作です。その作品を皮切りに、タクシードライバーやミッドナイトラン、ピート、アンタッチャブルなど、ロバートを象徴するような作品に、数多く出演しています。80歳となった現在も活躍を続ける彼のすごいところは、俳優として、徹底的に役作りをするところでしょう。ゴッドファーザーパート2では、演じる役が、シチリア訛りのイタリア語を話す役だったため、わざわざシチリアまで勉強しに行き、俳優の命ともいえる喉を酷使しながらも、しゃがれ声を必死に練習して、完璧に真似していました。また、タクシードライバーでは、実際に3週間、タクシードライバーとして働き、役が不眠症であることを表現するために、15キロもの減量に成功しています。この他にも、与えられた役を本物にするために、工場で働いたり、ホームステイをしてマフィアにインタビューしたり、数ヶ月の入院生活を経験するなど、デニーロアプローチという言葉が一般化するほどの、徹底した演技派なのです。彼は役作りについて、このように語っていました。演技とはすべて、ないものをあるかのように見せる幻影。私は役を演じるとき、そのキャラクターをすべて知り尽くしているのだ。俳優というものは、ありとあらゆる人間になり、その人生を生きなければならない。多くの関係者や評論家たちが、彼を高く評価するのも名付けます。そんなロバートは、インタビューなどで、必要なこと以外は話さないイメージがあります。しかし、時には過激な発言をする瞬間もあるのです。最近では、アメリカ、前大統領の、ドナルド・トランプさんへの非難が話題となりました。2016年に行われたアメリカ大統領選の前、投票を促す立場だったロバートの批判的な発言がきっかけで、トランプさんとロバートの交渉は現在も続いています。彼は2023年11月末のインタビューで、前大統領は、在任中の4年間に、3万回以上も嘘をついた。しかし、嘘ばかりついても魂は隠せない、ということを語っていました。このように、寡黙でストイックなイメージのあるロバートも、自分の思ったことは積極的に言葉にして主張していくようです。そんな彼は、ある国で体験した衝撃的なエピソードを、海外のトーク番組で語っていたのです。プライベートでも演技をした、衝撃的な瞬間。ロバートは親日家として知られていますが、プライベートで旅行に行くのは日本だけではありません。彼は海外のトーク番組で、このようなことを語っていました。中国の北京では道に迷うことはなかった。この発言に対して番組の司会者は、それは近年急激に発展した中国のインフラが整っていたということですか?と質問します。世界的に有名な俳優である彼の言葉は影響力があります。たくさんの人が見ている番組で素直に自分の気持ちを語ることによって彼のキャリアにも響くかもしれません。そんな中、ロバートは言葉を選びながらも、中国でのエピソードを語ってくれました。彼がプライベートで北京の街を散策していると、ひどく悪臭の漂う場所がありました。匂いの元をたどってみると、そこは何かのお店のようでした。興味本位で店内を覗き込むと、店主と思われる男性が手招きしています。
どうも案内しているようだが、私はこの店に興味はない。だけど、考えてみてくれ。店先から店内を覗いておきながら、案内されたのに、そのまま回れ右して店を後にする。それをするのは冷やかしの類であって、店主に悪いと思うじゃないか。そう考えたロバートは店内に入り、案内された席に座りました。すると、店主はそこで初めてロバートのことを気がついたらしく、何やら大声で話しかけてきたそうです。何を話しているのかは分かりませんでしたが、本場の中華を食べさせてくれるということは、雰囲気で伝わったと言います。少し経って満面の笑みで店主が運んできたのは、ひどく悪臭の漂う、肉料理だったのです。腐っているとか香辛料ではなく、一言で言うなら、獣臭い匂いだった。でも、中国には、このような独特の香りを持つ香辛料があるのかもしれない。そう考えた彼は、料理から放たれる悪臭に耐えながらも、肉を一切れ、口へ運びました。世界には、匂いこそひどいが、美味とされるような食べ物があるだろう。例えば、シュールストレミングのような。その類だと、その瞬間までは思っていたんだ。ところが、ロバートが口にした肉は悪臭そのもので、ひどい味だったのです。正直、とても人が口にするような味とは思えず、吐きそうになったよ。でも、どんな料理であれ、作り手の前で吐くことができるか。食べている私を嬉しそうに見る店主を前に、どうにか完食したよ。今まで、いろいろ役作りをしながら様々な役を演じてきたが、あの瞬間が私にとって、最高で、最大の演技だったと思うよ。再びあの演技をやってくれと札束を積まれたとしても、私は二度とやるつもりはないからね。ロバートが冗談めかして言うと、会場はどっと笑いに包まれました。しかし、この話の本当の恐ろしさについて彼が語ると、和やかな雰囲気が一気に静まり返ることになったのです。どうにか完食した私は、その店を立ち去りたかった。あの演技を続けるのには、かなりの労力がいるからね。だけど、そんな私の隣に、中国系アメリカ人と思われる男性が座ったんだ。そして立派なアメリカなまりの英語で、私にこう言った。あなたが今食べたのは、犬の肉を使った料理ですよ。この言葉を聞いたロバートは、さすがに演技を続けることはできず、大急ぎでトイレに駆け込むと、今さっき詰め込んだものを、全部そこへ戻したそうです。名俳優である彼でさえ、演じきることはできないくらいの衝撃的な体験だったのです。そんな悲惨な体験をしたロバートですが、演技などしなくても、素直に素晴らしいと思える出会いがあったのだと言います。それが、日本の北摂酒造でした。一人の男性として出会った、北摂酒造。北摂酒造とロバートの出会いは、最初にご紹介した、日本風レストランノブのオープンにまで遡ります。1993年、アメリカのハリウッドスターに愛されるレストラン、松久を経営していた松久信行さんに対して、常連客だったロバートが、日本風レストランの開業を打診し、ニューヨークでオープンしました。ノブと北摂酒造の関係は、矢沢永吉さんが縁を結んだとも言われています。矢沢永吉さんが、ファンから北摂酒造のお酒を贈られた際、親友のシェフである松久さんに勧めた結果、その美味しさに感動して、北摂酒造に連絡したそうです。1999年の冬、ロバートと松久さんは、新潟県佐渡市を訪れました。ノブのオープンの際に、レストランに置く日本酒を北摂酒造に頼むためです。彼は以前から、ポルフィディオアネホという、スピリッツコンクールで未だ破られていない、最高点、98点を記録したプレミアムテキーラを愛飲するほどのお酒好きです。想像以上の寒さに凍えながら二人がお店に入ると、店主はロバートに熱燗を勧めました。海外でも、ホットワインやビールを温めて飲む文化はあります。しかし、今まで飲んだことのないものを異国で初めて口にするのは、やはり勇気が必要です。それでも、彼は世界中で名の知れた有名な俳優。しかも、今はレストランに北摂酒造の日本酒を置けるかどうかが決まる、重大な局面です。もし口に合わなくても、最後まで演技は続けよう。そう思いながら、彼は熱燗を一口飲みました。この時のことについて、ロバートはこう語っています。佐渡は、佐渡アイランドではなく、酒アイランドだ。北摂酒造の熱燗の味は、いい意味で衝撃的だったのです。その言葉に呼応するように、2022年に、北摂酒造が創業150周年を迎えた際には、酒アイランドと佐渡アイランドの文字を、ラベルに刻んでいました。また、肝心なノブに日本酒を置くことについては、松久さんが、
うちのレストランで扱うので、日本以外の他の店では扱わないでほしい。うちも他の日本酒は扱わない。という条件を提示したところ、北摂酒造の現社長が快諾し、今でもその約束を両社とも守っているそうです。そして、当時、ノブはアメリカのラスベガスに1店舗だけだったので、北摂酒造側の覚悟も相当だったはずです。ちなみに、北摂酒造がノブに卸す日本酒は、北摂ノブという名前が付けられました。こうして日本のお酒は、世界のセレブが味わうことになったのです。さらに、ロバートは、どんなに忙しい時でも北摂酒造のお酒を自家用ジェット機で買い付けに来るほど、惚れ込んでいると言います。あの時飲んだ熱燗の味が忘れられないよ。北摂酒造は僕の心の支えなんだ。日本はどの国よりも一番、心が休まる場所だよ。トーク番組の中で、彼はこのように語っていました。蔵の目の前が海ということもあり、海産物に合わせた酒造りなら、どんなお酒にも負けない。と自負する北摂酒造。もちろん日本酒だけではなく、世界各地、どんな料理にも合わせやすい日本酒を作っていたからこそ、ロバートとの素敵な出会いがあったのです。また、彼が俳優としてではなく、一人の男性として素直にお酒を味わい、感想を述べたからこそ、両者には今でも続く、深い関係が生まれたのではないでしょうか。ロバート・デ・ニーロが注目する、日本の文化。ロバートはお酒だけではなく、日本独自の文化にも注目しています。2015年の、現地時間9月21日に、アン・ハサウェイ主演のヒューマンドラマ、マイ・インターンの、ニューヨークプレミアが行われました。女性 CEO と、40歳年上の部下との交流を描く本作のストーリーと合わせ、世代を超えた交流の大切さや、若手俳優たちに向けたコメントを発表しました。日本では、この日が敬老の日であることから、日本独自の文化について言及し、ロバートはこのように称賛したのです。日本には老人を敬う祝日があるんだね。素晴らしい文化じゃないか。本作で描かれているシニアインターン制度があることを例に挙げ、日本の高齢者はアメリカの高齢者よりずっと社会に居場所があると思うよ。特にアメリカでは高齢者はあまり大事にされない現実がある。と明かし、若い世代とシニア世代がお互いに刺激し合うってとてもいいことだよ。互いに壁を作らないことが大切だと気づいてほしいね。と訴えていました。また、自身も異なる世代との交流を大切にしているというロバートは、僕は若い人と話すのが好きなんだ。実生活でも知り合いに若い世代がたくさんいるしね。とコメントしました。本作では、主演のアン・ハサウェイをはじめ、多数の若手俳優と共演している彼は、頑張っている彼らには、もちろんアドバイスをしたいと思っているよ。何か聞かれたら、できる限りのことをした。と役者の先輩としてアドバイスを送ったことを明かしています。日本という異国の文化にも注目し、自身だけではなく周りの若い人たちの力になるように行動するのは誰にでもできることではありません。ハリウッドという輝かしくも大変な世界の中で常にトップで活躍し、ひたすら駆け抜けてきたロバートだからできるのです。そんな彼が心を休める場所として日本を選んでくれたことがとても嬉しく思います。海外の反応。今回のことについて、海外のネットユーザーから多数コメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。ロバートが日本のお酒が大好きで、買いに行くのは有名だよね。それに、毎年自家用ジェット機で行って、樽ごと買うらしいよ。でも、もっと面白いのは、そのお酒屋さんの女将がロバートのことを全く知らずに、変な外国人が毎年樽買いしに来る、と思ってるってことだよ。女将なのにロバートのことも知らず、ただの変な外国人だと思っているなんて、傑作だろ。かなり昔のことだから今はもう知っているかもしれないけど、そのくらい日本に行く時の彼は、俳優の顔をせずに済むんだろうね。トーク番組で彼が中国のことについて語っている時、私もテレビで見ていたの。彼は偏見を持って中国をけなしてるわけじゃなく、最初から最後まで、一定の敬意を持って話しているのが伝わったわ。その上で、自身の所感を、慎重に言葉を選んで述べていたのよ。冷やかしはしないし、歓迎されたのなら美味しくなくても完食するっていう時点で、とてもいい人だと思わない。でも、その番組の中で日本の北摂酒造についても語っていたけど、その時の彼の顔は、まるで少年のようだったわ。ただ、楽しかったことや好きなことを、キラキラした顔で語っていたのよ。それだけ日本ってすごい場所なのね。同じアジアの国でも、こんなに違うんだね。
ロバートの心が休まる場所が日本じゃなくて僕の国だったらよかったのにってちょっと嫉妬しちゃうくらいだよ。ノブにはまだ行ったことがないし、北雪酒造っていうお店のお酒も飲んだことがないんだ。だけどいつか絶対行きたいね。いやいや、中国にプライベートで行って自分で犬の肉料理を食べる選択をしたんだろ。それなのにひどい匂いって表現は良くないんじゃないか。そんなこと言ったら、彼が大好きな日本だって臭い納豆や虫を食べているぞ。俺は虫を食べる日本人の方がありえないって思うけどな。私、北雪酒造のお酒飲んだことあるわよ。ずっと昔からロバートのファンで、日本に住んでいる友達の家に行った時に取り寄せて飲ませてもらったの。あんなに美味しいお酒はないくらい最高だった。日本人って手先が器用だし、何か作る時も相手のことを考えて作ってるでしょ。ロバートと一緒のお酒を飲めてるってだけでも嬉しかったけど、彼がどうしてここのお酒が好きなのか分かった時はもっと嬉しかったわ。そんな繊細で、だけど作り手のぬくもりが伝わる味だったのよ。みんなも絶対飲んだ方がいい。以上が今回寄せられたコメントの一部です。いかがでしたか？中国と日本の違いをトーク番組で語ったロバート・デ・ニーロ。この時の発言が中国では炎上してしまったようです。それでも彼は自分の思ったことを積極的に主張してきました。そんなロバートだからこそ、日本へ対する思いも嘘偽りのないものだとわかるのです。彼が注目してくれた日本独自の文化や人の温かさを大切に、私たちも日本の良さを守っていきましょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。日本人はやはり特別だ。日本の男性は誇るべきだよ。アメリカ出身の大物俳優ニコラス・ケイジが2021年に日本人女性と5度目の結婚をし、インタビューで語った言葉に大きな注目が集まりました。アジア女性が大好きだというニコラス、過去4度の結婚でも韓国人と日本人の妻を迎えたことがあります。そしてまたしても日本人女性を伴侶に選んだことで話題となった結婚から数ヶ月後、ニコラスはアメリカのトークショーに出演。新婚生活を語り、日本人の妻をもらってよかった。日本の男性は日本人の女性を当然のように妻にできて幸せだと発言したことが世界中で大きな波紋を呼ぶことになりました。親日家で知られるニコラスが日本人を妻に選んだことで、なぜ大きな騒ぎになってしまったのでしょうか。今回は日本人と結婚したニコラス・ケイジが語った衝撃の過去と新婚生活、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。超大物俳優ニコラス・ケイジの波乱に満ちた俳優人生。ニコラス・ケイジ、映画ファンであればその名を知らない人はいません。青春映画でデビューし、1995年にリービング・ラスベガスでオスカー主演男優賞を受賞したニコラスは、1990年半ばからおよそ10年にわたりハリウッドを代表するアクションスターとして活躍しました。2009年以降はキャリアが低迷し、徐々に仕事が激減していきます。ちょうど同じタイミングで彼の人生は最悪の危機を迎えることになったのです。コレクション癖があり、超浪費家として有名なニコラスは高級車や本、恐竜の化石のコレクションのほか、なんと古いお城も買ってしまうという浪費ぶり。世界中に不動産を持っていたのですが、これらの固定資産税の未払いのほか、所得税の未払い、さらにはローンの返済も滞っているとして銀行から訴えられてしまうことに。しかしただでは起きないニコラス、自己破産はせず地道に働いて返済すると、一念発起し買い揃えた高級車コレクションや不動産を次々と売却します。低予算の B 級作品に年4から5本のペースで出演していました。多くの作品は彼の故郷アメリカでは上映されないものだったので、ニコラス・ケイジは表舞台から姿を消したと囁かれていましたが、実は誰よりも多くの映画に出演する俳優としてキャリアを積んでいたのでした。そしてついに借金を完済したニコラスは2022年映画マッシブタレントで架空の登場人物ニコラス・ケイジを演じたことで話題に。再び世間からの注目を集めたことがきっかけで、2023年からはワーナーブラザースやユニバーサルピクチャーなどメジャースタジオの映画にも出演するようになりました。
一度は表舞台から姿を消してしまったニコラスは、年齢やキャリア、作品のランクを問わず、様々な役に挑戦し続け、見事再起を果たしたのです。海外ネットユーザーからは、彼は芸能界はゴールドラッシュだってことを思い知っただろうな。もともとあまり演技がうまい方ではないんだし、金遣いさえ気をつけていればね。といった厳しい声もありながら、自己破産して逃げるのは簡単。しっかり仕事で返していこうとしたニコラスを尊敬する。といったニコラスの再起を祝福する声も多く集まりました。ニコラスを苦しめた韓国人妻。ニコラスは俳優人生だけでなく、私生活も波乱続きでした。お騒がせ俳優としての一面も持ち合わせており、これまでに浮き名を流してきた相手は数知れず、これまでに何度も結婚と離婚を繰り返しており、彼の惚れやすく冷めやすい性格は人々を呆れさせるほどです。そんなニコラスに人生の大きな転機が訪れたのは3度目の結婚でした。過去に2度アメリカ人女性と結婚していますが、大物女優だったり有名ミュージシャンの娘だったりとビッグネームが災いしたのか、ニコラスとは性格が合わなかったと言います。3度目の結婚で伴侶に選んだのは、まさにアジアンビューティーの代表とも言える美しい韓国系アメリカ人の女優アリス・キムでした。約2ヶ月の交際の後、2004年に結婚した2人ですが、結婚生活が長続きしないことで有名なニコラスにしてはかなり長い12年という歳月を共にしています。離婚のきっかけは妻アリスの浮気が原因だったと言われていますが、実はもっと深刻な問題があったようなのです。ニコラスは後にアメリカのトークショーに出演し、当時の結婚生活についてインタビューを受けた際にこんなことを語っていました。彼女の性格はとにかく強欲で、金にがめつく、ヒステリーだ。自己顕示欲の塊のような女で、とにかく自分をよく見せたいらしく、その手段はもっぱら金か、若い男なんだよ。ハイブランドの洋服を着て、バッグや靴をいくつも持っている。俺と結婚して、大物俳優の妻となっても、若い男から言い寄られる自分、それを世間の女性に自慢したくて、しょうがなかったんだ。だから毎晩のようにパーティーを開いては若い男を呼んで見せつけていたのさ。若くてかっこいい男たちと次々に肉体関係を持っては簡単に捨ててしまう。そういうお高い女だってことがステータスだったんだ。これだけでも驚きの内容ではありますが、ニコラスの苦痛は妻の性格だけではなかったようです。彼女の母親は初めて挨拶に行った時にろくに挨拶もしなかった。開口一番、娘は若すぎる、と怒鳴ってきたんだ。それから、何かにつけて声を張り上げて、まくし立てるように僕を責めるんだ。本当に頭が痛かったよ。韓国の男は、結婚したら妻の両親も、自分の両親のように、大切にするし、不自由をさせないことが、当たり前だと言った。だから、妻の両親も妻と同じように、贅沢な暮らしをさせろと言ったんだよ。と妻の両親の生活もニコラスが負担していたことを語りました。韓国では一般的に結婚したら妻が夫の両親の世話をするのが普通です。しかしニコラスの妻の両親は全く逆のことをニコラスに言っていたのです。それだけじゃない、僕は彼女と食事をするのが嫌だった。まず彼女は全く料理ができないから毎日のように外食するんだ。そうでなければ、ウーバーで注文するんだけど、毎回同じような味ばかり。甘辛い、というのかな。韓国独特の味付けなんだろうけど、すっかり飽きてしまった。それに彼女は、食事をすると必ず、くちゃくちゃと、咀嚼音を立てるんだよ。外食するときは、周りの目が気になって仕方なかった。これだけの苦痛を味わいながらも、12年も結婚生活を続けたニコラス。それでもアジア人女性の外見が好きというのは変わらず、4度目、5度目の結婚は日本人女性を選びました。中でも4度目の結婚生活はわずか4日間と嘘のような短さ。5度目の結婚を発表するも、どうせ長くは続かないだろうと世間は冷ややかな反応でした。しかし心中穏やかでない人たちがいたのです。それは元妻アリス・キムの故郷韓国の人々です。アリスとの離婚報道後、全く顔も知らない韓国人ネットユーザーから、彼の演技や作品に対する悪評だけでなく、人間性をも否定するような悪質な書き込みが、これでもかと寄せられたのでした。中にはアメリカへの誹謗中傷や、アリスへの謝罪として、莫大な額の慰謝料を求めるものまでありました。
韓国人の妻を捨てただけでなく、よりにもよって、過去に韓国を侵略した国である日本の女性と再婚したことが、韓国の人々には許せなかったのです。韓国は仕方なく、アメリカ軍を駐留させてやってるのに、生意気だ。離婚と同時に、家中の金品がなくなっただと。そういうコソ泥みたいなことをするのは、韓国人ではなく、日本人だ。自分だってこれまでに、散々女遊びしてきたくせに、妻が息抜きに遊んだくらいで離婚なんて、みっともない男。ニコラスは妻を使って、韓国を利用することしか考えていない。アメリカ人はどいつもこいつも、考えることが一緒だな。といった悪質なコメントが、ニコラスの事務所宛に押し寄せました。ニコラスは、妻も知らない別荘があったので、そこに引っ越し、ネット社会と断絶して、時が過ぎるのをひたすら待っていたといいます。日本人と結婚したのは、偶然ではなかった。超親日家のニコラス。親日家で知られるニコラスは、日本語学校に通った経験もあり、日常会話程度であれば、不自由なく話せるそう。日本企業のテレビ CM に、日本語で出演したこともあるほどです。以前、アメリカのテレビ番組に出演した際に、ニコラスは普段から頻繁に、日本に旅行に行き、将来住む家を探していると語ったことで、大きな話題になりました。なぜそんなにも、日本が好きなのかという質問に、ニコラスは、日本で感動したエピソードを語りました。以前日本に旅行に行った時、街を歩いていても、公共の乗り物に乗っても、どこにいても、日本人たちは僕に気づいた。でも、誰も近づいては来なくて、サインを求めるどころか、遠目から、控えめに手を振るだけだった。中国や韓国に、以前仕事で行った時は、空港に、たくさんの人が待ち構えていて、カメラを片手に追いかけてくるんだ。とても怖かったよ。それに、どこを歩いても、あっという間に人だかりができて、たくさんのカメラを向けられた。中には、スタッフの制止を無視して、僕の前に回り込んで、サインしてくれって、大声で言ったファンもいたよ。中国や韓国も、もちろん好きな国なんだけど、なんというか、僕を一人の人間として、見てくれていないのかなと感じたんだ。自分たちが、僕のサインをもらいたい、僕を写真に収めたいという、願望そのままに、僕のことなんて、お構いなしだと思った。日本ではどこにいても、ゆっくり自分の時間を過ごすことができた。僕のことを、俳優、ニコラス・ケイジじゃなくて、ただのアメリカ人の旅行客として、迎えてくれた日本が、とても好きになったんだよ。と、日本を旅行した時のエピソードを語りました。さらに、日本は清潔で、都市全体が芸術のようだと言ったニコラス。街中の至るところに、ゴミが落ちているアメリカと違い。日本は誰かが、毎日清掃しているのかと思うほど、どの道も綺麗だったことが、印象的だったそうです。自然が多く残る場所と、近代化が進む場所が共存し、神社や仏閣が多く立ち並びながらも、宗教概念がないところも、不思議で目新しかったといいます。ホテルやデパートなどのホスピタリティも高く、どこに行っても、気持ちよく過ごすことができたそうですが、それは有名人のニコラスだけにではなく、どの客に対しても、同じように接している日本人の、礼儀正しさだということがわかり、相手に礼を尽くすことができる日本人と、将来結婚して、自然豊かな日本の風景を見ながら、余生を過ごしたいと、いつしか強く願うようになったと言います。日本人妻を大絶賛。ニコラスの新婚生活とは？5度目の結婚について、ニコラスはテレビ番組のインタビューで、日本人は、アジアの中でも特別だ。日本人の妻をもらってよかった。と、発言しました。2021年に公開された、日本の映画監督。そのシオン監督の、ハリウッドデビュー作である、プリナーズ・オブ・ゴーストランドに出演したニコラス。2019年に、日本の滋賀県で行われていたロケ現場で、現在の妻、柴田理子さんと出会い、2022年に結婚しました。インタビューで新婚生活について聞かれると、目を輝かせて、前の妻も今の妻も、同じアジア人だけど、何もかも違う。控えめで、いつも僕のことを気遣ってくれるし、とにかく優しい。細やかな気配りが本当にすごくて、俺が風呂から上がると、テーブルに冷えたビールが用意されてるんだ。毎日当然のように、手料理が出てくるのも嬉しい。彼女は日本人だが、いろいろな料理を作ることができて、本当に器用だよ。いろいろな食器を使って、まるでレストランみたいに、盛り付けてくれるから、食事の時間が、すごく楽しみなんだ。
僕が先に食べるのを待って、味はどうか、食感はどうかと、いろいろ僕の好みを聞いて、僕に合わせた食事を作ってくれる。大きな口で食べ物を頬張らないところも、奥ゆかしくて可愛いよ。みんなが、日本人女性と結婚したいという理由は、これだとわかった。と、日本人女性は、アジア女性とは一線を画すと主張しました。また、ニコラスは妻に、独特な愛情表現をするんだとか。アメリカのトークショー、ザ・レイト・レイト・ショーに出演した際に、妻の大好物を歌詞にした歌を、歌ってあげると明かしたニコラス。司会のジェームズ・コーデンとニコラスが何度もその歌を歌う様子が放送されました。幼い子供が作ったような歌を幸せそうに披露するニコラスの姿に世界中から結婚を祝福するコメントが集まりました。韓国の SNS ではこのインタビューが大炎上。日本はアジアの中で特別だ、韓国人とはもう関わりたくないと、インタビューの最後にニコラスが付け加えた言葉が韓国人を怒らせたのです。ニコラスへの誹謗中傷が激しくなり、謝罪を要求する脅迫まがいのコメントも殺到しました。そしてこの炎上騒ぎは、世界の人々も知ることとなり、ネットには世界中からコメントが寄せられることになりました。海外からの反応。世界の人々は、この騒動を見て、どう感じたのでしょうか。ここで、海外からのコメントの一部をご紹介します。正直なところ、リコは決して美人とは言えないだろう。でも、内面がとても美しいんだろうな、ニコラスがこれほどまでに絶賛した妻は、リコだけだから。日本人のきめ細やかさは、質の高いホスピタリティとして有名。それが毎日味わえるんだから、ニコラスは幸せ者だよ。日本人が全員、リコのような気遣いができるのかな。僕が日本に旅行に行った時は、誰一人、僕を気に留めず、足早に通り過ぎていったよ。基本的に日本人はシャイというか無関心だと思う。海外の有名人が日本に行きたがる理由がわかる気がする。日本人の適度な距離感が心地よいんだろう。無関心というよりもあえて気にしないんだと思うよ。相手が求めていないことはしないスタンスがかっこいい。日本の街並みの美しさは世界でも有数だ。日本人全員が街をきれいに保とうという共通認識がある。みんながみんなのために暗黙の了解を守ってるんだよ。こんなことは僕の国ではできないだろう。いかがでしたか？ニコラスの主張にはアメリカ国内でも賛否両論ありそうですね。親日家のニコラスですから日本の良いところばかりに目が行ってしまうのも無理はありません。しかし日本人の奥ゆかしさや他人を思いやる行動が遠くアメリカの人々にも知られているというのは光栄なことです。ニコラスは日本人と結婚したことで、今まで日本に旅行で訪れた時にしか味わえなかった心地よさが日常のものになり、余生を安寧に過ごすことができると語っています。そして、それが願わずとも叶ってしまう日本人男性が羨ましいとも。日本人にとっては当たり前のことばかりですが、海外の人の目にはとても素敵な文化として映っているようですね。一方で、韓国人の粘着性や思い通りにならないと騒ぎ立てる性格も世界中の人たちが知っていることのようです。だからこそ、ニコラスが語った韓国人妻との結婚生活もリアルに感じることができたのかもしれません。ニコラスの幸せな結婚生活を祈りながら、世界が絶賛する日本のホスピタリティを私たち一人一人が守り続けていきたいものですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。大物ハリウッド俳優トミー・リー・ジョーンズが、僕は日本だけにしか行かないと発言し、世界を驚愕させました。アカデミー賞やゴールデングローブ賞、カンヌ国際映画祭での受賞歴を持ち、メイン・ブラックのエージェント契約など、数々の名作で活躍する俳優トミー・リー・ジョーンズ。そんな彼が日本に対して絶大な信頼を持っているのにはとある理由があったからでした。日本の CM に出演する際、わざわざ来日して撮影するハリウッドスターがほとんどいない中、1年に2度は来日し撮影しているジョーンズ。私にとって日本は第二の故郷だと言わしめるほどの日本愛を示したジョーンズですが、なぜ彼はここまで日本を愛しているのでしょうか。また彼をここまでの親日家にした日本の魅力とは何なのでしょうか。それでは今回は大物ハリウッド俳優トミー・リー・ジョーンズが日本を愛する理由とそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。
トミー・リー・ジョーンズの意外な素顔。僕は日本だけにしか行かない。世界中が注目するメインブラック3のワールドツアーでのこの発言で業界をざわつかせたトミー・リー・ジョーンズですが、貧しい子供時代を過ごしながら、将来は好きなことで生きていくぞと夢を持つ普通の少年でした。今の彼からは想像できませんが、実はその下積み時代は長く、ようやく認知され始めたのはなんと45歳を過ぎてからなのです。2023年9月、新作が公開された18年目となるボスの CM 出演では、毎回よくわからない衣装を着せられるにもかかわらず、いつも2つ返事で受け取る彼は気に入った衣装は持ち帰るという親日家ぶりです。そんな日本では馴染み深い名優トミー・リー・ジョーンズは、テロリストのボスから捜査官秘密組織のエージェントまで大ヒット作に恵まれました。彼はどうやってここまでのスターとなったのでしょうか。高校卒業後、トミー・リー・ジョーンズは家計を助けるために父親の働く油田会社に就職しました。傍ら寝る間も惜しんで独学で勉強し、1年後奨学金でハーバード大学英米文学部に進学します。この時点の夢は文学と演劇の教師になることで、大学では演劇部に所属していました。文学と演劇を教える教師を目指していたジョーンズですが、次第に舞台に立つことを夢見るようになります。大学卒業後、ブロードウェイに憧れてマンハッタンへと出た後、そこでは小さな食堂で皿洗いの仕事をしながら稽古に励んだそうです。そんな時に友人と受けた映画のオーディションに合格し、1970年ある愛の歌で映画デビューしました。しかし同映画の制作元パラマウント映画の上層部から顔つきがきついとクレームがつき、映画自体は大ヒットしたものの苦い映画デビューとなったのです。その後はしばらく役に恵まれず、下積みが長く続き、ある愛の歌の次の出演作はライフスタディという低予算作品でした。同作まで3年間映画の仕事がなく、その間は最初の妻であるジャーナリストケイト・ラー・ドナーに養ってもらっていたのだそうです。また1980年代はテレビ出演が主で、映画に出演しても脇役だったジョーンズですが、 JKF や沈黙の戦艦出演の頃から注目されるようになります。1993年の逃亡者ではハリソン・フォード演じるキンブル医師を追い詰める捜査官役でアカデミー助演男優賞を受賞しました。以降ジョーンズは主演作品に恵まれるようになります。そして1997年メインブラックの契約に抜擢されます。監督によると、彼は大真面目に演じていてもどこかコミカルだと、それが決め手になったとのことです。このことについて本人は不本意だったみたいですが、映画は続編が作られるほどのヒットを記録し、 K はハマり役の一つとなりました。また同役は映画の公開から数年を経て、缶コーヒーボスの CM において本人出演でパロディ化されたのです。強烈な CM で話題になった宇宙人ジョーンズ。今年で30年を迎えたサントリーのコーヒーブランドボス、2006年からスタートし現在まで続く CM 宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズは、様々なシチュエーションで働く人々を描き、単なるコーヒー飲料の CM を超えたシリーズとなっています。この6でもない素晴らしき世界、このフレーズがテレビで流れるたびに見入ってしまいますね。一つのポップカルチャーとして日本全国に認知されるほどの作品と登場人物になっており、いろいろな職業に就きながら地球を調査し、心がほっこり温かくなる優しさや思わず笑ってしまう皮肉で、日本中の働く人たちに元気や感動を届けていますね。トミー・リー・ジョーンズの起用の理由について CM 関係者は、宇宙人らしい人としてジョーンズさんに決めました。映画メインブラックシリーズの演技もそうですが、そこにいるだけで存在感がある、なんで自分はここにいるんだろうという空気感を出すのも得意で、そういった演技が決め手となりましたと明かしています。職業構造や働き方、働く価値観が多様になる中、その時その時の変化を様々な職場の働く人の喜怒哀楽を描くことで、職業を問わず広く共感する CM となったのです。東日本大震災では外国人唯一の参加でノーギャラ CM 出演。2011年、国内観測史上最大のマグニチュードで起こった東日本大震災。日本が一丸となってこの災害に立ち向かいました。この時松田聖子さんや矢沢永吉さんといった日本人アーティストとともに、トミー・リー・ジョーンズも日本を応援する CM に出演していました。この CM は東日本大震災後、日本が未来へ向かって前進するために日本全国へメッセージを届ける目的でサントリーが制作しました。
総勢71名の著名人が坂本九さんの名曲「見上げてごらん夜の星を」と「上を向いて歩こう」を歌うその姿に力をもらった人も少なくないと思います。さらにテリー伊藤さんや小雪さんなど普段歌っている姿を見せない芸能人も参加した中で唯一の外国人として参加してくれていたジョーンズはなんとノーギャラで出演してくれているのです。日本を愛してくれている彼は東日本大震災で疲弊している日本を励ますために何の見返りもなく出演を決めてくれたのでしょう。この CM は本当に日本を勇気づけるための特別な CM となり、見慣れないメガネ姿で祈ってる一人ぼっちの夜と日本語で歌うその姿からも宇宙人や俳優ではなくトミー・リー・ジョーンズ一個人として日本を応援したいという純粋な気持ちが見て取れました。他にも熊本大震災の翌年に放映されたサントリーコーヒープレミアムボス CM シリーズのプレミアム熊本編が制作されました。地球の調査として熊本城の修復工事の作業員に扮した宇宙人ジョーンズが戦国時代へタイムスリップ。熊本城が建設される経緯や築城の歴史を体験し現代へ戻った時に熊本のシンボルである熊本城が全壊せず持ちこたえたことに一緒に出演しているタモリさん、くまモンと3人で感慨深く見上げるという CM です。この CM を撮影する際にもトミー・リー・ジョーンズの日本への愛が伝わるエピソードがありました。ジョーンズは撮影前に地震前後の熊本城の写真や映像を見比べながら、この城はいつ頃建てられたんですか、修復が完成するのは何年後ですか、などとスタッフに質問し、本番中でもいつも以上に真剣な表情で、監督と話し合いをする姿も見せていました。日本の伝統文化をこよなく愛するジョーンズの思いと、震災に対する深い気遣いを持っていて、強い気持ちが伝わってきた。とスタッフは話しています。ジョーンズは日本との関係を深めた CM を通して大きな災害に見舞われた日本へ静かに目立たず気持ちを伝えてくれていたのです。そんな力添えをしてくれる彼の姿からもわかるように日本へ愛情を抱いているジョーンズは多くのインタビューでも日本好きな姿を見せています。2002年公開のメインブラック2ではプロモーションに先駆けて来日したジョーンズ。この時は奥さんと来日していたようで、舞台挨拶ではこのように語っていたといいます。日本に来られて本当に嬉しい。私も妻も日本が大好きなんだ。特に京都が好きで平安神宮にも行ったよ。1週間かけて奥さんと京都を巡った。と嬉しそうに話すトミー・リー・ジョーンズは、この後もさらに日本愛を強く見せてくれました。ジョーンズが京都に泊まる際には、京都の高級旅館である俵屋旅館に宿泊するそうです。俵屋旅館はハリウッドスターが宿泊する有名な旅館で、過去にはトム・クルーズやスティーブン・スピルバーグも宿泊したこともある高級旅館だそうです。その俵屋旅館でもジョーンズらしいエピソードがあるので紹介します。ある時俵屋旅館で火事が発生しました。その際ジョーンズが偶然宿泊していたのですが、幸い大事には至りませんでした。その際の彼のコメントも日本好きを感じさせていました。火事が消えたのなら、あの部屋に戻りたい。俵屋旅館がどれだけ好きかを示すエピソードですね。2012年に今度は、メインブラック3の世界を巡るワールドツアーとして、日本を訪れた際には、ジョーンズは今作のプロモーションでは、日本だけにしか参加しない、と言い、他のスタッフたちとは別々で単独にて来日しています。唯一、日本プロモーションだけの参加で来日し、私は本当に日本が大好きです。日本に来るのはいつも幸せです。本当に美しい国ですし、私にとっては第二の故郷です。ファンがいるということはあまり意識していませんが、こうやって皆さんにお会いできて本当に嬉しく思います、と語っており、もう一人の主演ウィル・スミスとのツーショットは、日本だけで見られる貴重なものとなりました。世界中が見たいと切望しているツーショットは、日本のみという異常事態になったのです。世界中で唯一ツーショットが撮れる機会だと100名以上のマスコミが詰めかけたのです。ちなみに、ゆっくりと日本だけ楽しむジョーンズに対し、ウィル・スミスは10日間で8国を回るという強行スケジュールで、日本へは家族やスタッフなど総勢20人を連れてプライベートジェット2機でやってきたそうです。さすがウィル・スミスですね。しかしジョーンズも日本のファンに対して嬉しい言葉を送り、会場を大いに盛り上げてくれました。こんなジョーンズをますます好きになりますよね。トミー・リー・ジョーンズが愛する日本の食と文化。また来日の際には共演するジョシュ・ブローリンと共にインタビューを受けていたのですが、ここでも日本愛があふれていたようで、このように発言しました。
絶対に食べるべきなのは鮎。これまでに日本のいろいろなところで鮎を食べたけれど最高だよ。それと歌舞伎も見た方がいいよ。東京の歌舞伎座や京都でも見たことがある。長い歴史を持つ素晴らしく美しい舞台芸術だよ。今東京の歌舞伎座は建て替え中だから残念だったな。と日本通のジョーンズが自分の大好きな日本を助手に力説し、思わず微笑んでしまうような姿も見せていたそうです。来日したハリウッドセレブたちはお寿司や天ぷらが好きな人が多いですが、そんな中で鮎の塩焼きが大好きなのも彼らしいと言えますね。ジョーンズから歌舞伎という言葉が出ましたが、実は彼は歌舞伎を学んでいた過去があるのです。2013年に公開された映画終戦のエンペラーでマッカーサーを演じたことで来日した際、インタビュアーから日本で気になる文化がありますかという問いかけに対してこう答えています。歌舞伎だね。大学時代に歌舞伎を学んでいたんだよ。それで好きになって日本に来たら必ず見に行っているよ。歌舞伎は色彩も音楽も演技も全てが素晴らしい。この映画で昭和天皇を演じた歌舞伎役者の片岡幸太郎と共演できたことも嬉しかった。友達にも慣れたし、いろいろな話をしたよ、と語っていました。さらに月岡義俊という幕末明治の浮世絵師が好きなんだよ。月岡義俊の浮世絵の100選のうちの34選まで持っている、と浮世絵をコレクションするほど日本の伝統文化を愛していることも明かしていました。次にインタビュアーが、CM の影響で母はジョーンズが日本に住んでいると思っていると話した際には、本当かい、あの CM のおかげで年に2回くらい日本に来ているから、もう私は日本に住んでいるのと同じだよ。日本では京都で観光したり、北海道で釣りもする、沖縄でスキューバーダイビングをしたり、いろんなところに行けて楽しいよ。日本の CM はただ商品を持ってニコリと笑うだけでなくて、ドラマシリーズになるくらいのストーリー性があるから好きなんだ、と日本を余すことなく堪能していることを話してくれました。俳優としてだけではなく、映画監督や脚本家として世界で活躍するジョーンズは、日本の伝統への深い愛情を抱きながら日本での仕事を喜びを持って楽しんでいることを伝えてくれていました。海外の反応、トミー・リー・ジョーンズは最高のハリウッドスターです。そんなトミーに気に入られた日本は光栄だと思う。トミー・リー・ジョーンズは他の皆さんと同じように、ただ日本を愛しています。これは私のお気に入りのコマーシャルです。何回見ても飽きない。トミー、あなたはボスマンです。この広告でトミーの新たな一面を見た気がする。この人を初めて知ったのは映画ボルケーノだった。危機に立ち向かうかっこいい男としてとても強く印象に残った。メインブラックなども彼の魅力が出て素晴らしい名作として心に残っている。いつまでも元気でいてほしい。トミー・リー・ジョーンズにあんな格好をさせないでほしい。初めてこの CM を見た時は衝撃だったな。こんな大物が缶コーヒーの CM よく受けてくれたなって。いかがでしたか？ボスの CM に出演している宇宙人の人というイメージしか持っていなかった人には、高学歴であり俳優として無名の苦労時代を経て現在世界的な俳優になったという経緯は驚くべき事実になることでしょう。日本が大好きで CM を通して日本中に元気を与えてくれているジョーンズは、2022年に30周年を迎えたボスの歴史の半分以上を共に歩み、今でも日本で頑張る人を応援し続けてくれています。これからも日本のお茶の間に真面目で少しお茶目で温かい気持ちにさせてくれる、そんな姿を見せてくれることでしょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。レオナルド・ディカプリオが日本人には特別な才能があると告白し、日本のある作品を大絶賛しました。レオナルドは2歳になる前、両親の離婚により片親の家庭で育ちました。貧しかった母を助けようと、たくさんのオーディションに挑んできたレオナルド。何度も落選し、演技の道を諦めようとしたのです。しかし、レオナルドの父が引き止め、励ましてくれたことで俳優として大成功を収めていきます。そんな中、2010年に公開された映画、インセプションの記者会見で、日本の作品を大絶賛したエピソードが明かされました。私たちは見慣れていても、その斬新で独創的なアイディアを持つ作品が彼の心を動かしたのかもしれません。レオナルドが、日本人には特別な才能がある。と大絶賛した作品とは一体何なのでしょうか？そして、なぜそう思ったのでしょうか？今回は、ハリウッドスター、レオナルド・ディカプリオの人生と、日本とのつながりを海外の反応を交えてご紹介していきます。
ぜひ最後までお楽しみください。レオナルド・ディカプリオの人生、テレビに出るきっかけとは。レオナルドの両親は離婚し、父親とは離れて暮らしていました。レオナルドが不自由なく育つようにと、両親は離婚してもすぐ隣に住んでいたので、父親とも仲良くやっていたのです。しかしこれは長くは続かず、母とディカプリオは経済的な事情によってロサンゼルスの複数の地域を転々とすることになりました。それにより父親とは遠く離れてしまいます。レオナルドの幼少時代はものすごく貧しいものでした。彼が住んでいた地域では犯罪が絶えず、ロサンゼルスの貧民街の真の姿を数えきれないほど目撃することになったのです。レオナルドがテレビ出演に興味を持ち始めたのは、彼の義理の兄の影響からでした。離婚した父は再婚し、その相手にはすでに息子がいたのです。レオナルドと4歳違いのこの義理の兄は、幼い頃から多くのテレビ広告に出演して有名になっていました。これを見たレオナルドは、自分もテレビに出たいと母にねだったのです。結局オーディションを受け、6歳の時に子供番組に出演することになります。子供向けの教育番組でしたが、レオナルドは撮影の最中、一瞬もじっとしていられませんでした。セットの上を走り回ったり、制作スタッフや司会者の指示に従わなかったのです。高価なカメラを殴るなど、撮影現場のいたずらっ子だったレオナルドは結局、初出演作からクビになってしまったのでした。レオナルドは小学校の頃からずっと学校が大嫌いでした。そして単純に学校に通いたくないという理由で、その後もオーディションに連れて行ってほしいと母親にねだっていたのです。地道にオーディションを受けに行きながら、シリアルや風船ガム、チーズなどテレビ広告数本に出演することになりました。レオナルドがこんなにたくさんのオーディションを受けた理由は、単純に学校に行きたくなかったからでもなく、有名になりたかったからでもありません。本当は貧しかった母を助けようと思っていたのです。このように優しい心の持ち主で、綺麗な顔立ちのレオナルド、全国各地からラブコールを受けるのではと思われていましたが、そううまくはいきませんでした。ただ広告に数本出演したキッズモデルというだけで埋もれてしまっていたのです。ですがレオナルドは広告ではなく、本格的に映画やドラマに出演したいと思っていました。そのためには所属事務所が必要だったのですが、何箇所か志望してみてもすべて断られてしまいました。しかもその中の一箇所からは、レニー・ウィリアムスという名前に変えることを要求されたのです。アメリカ人らしい名前に変えてこそ、アメリカ人にもっとアピールできるのではないかという論理から生まれた要求でした。しかしレオナルドは、名前を変えてまで活動したくはありません。結局、所属事務所を探すのに失敗したレオナルドは、噂を頼りに手当たり次第オーディションを受けて回りました。100カ所以上受けましたが、どの事務所も彼を呼んでくれなかったのです。父の言葉がきっかけで成功をつかんだ俳優人生、繰り返される落第に傷ついたレオナルドは、自分に素質がないことを感じ、演技をやめることにします。その時、彼を引き止めたのは父親でした。父はレオナルドを励まして、お前は今も十分によくやっているし、お母さんを助けるためにも俳優として必ず成功してほしいと言ったのです。それがレオナルドの気持ちを変え、また彼は夢に向かっていくようになりました。地道に挑戦し続けた彼に、ついにチャンスが訪れたのです。彼が17歳だった1990年から、さまざまなテレビ番組に脇役で出演するようになりました。1991年に放送された愉快なシーバー家にレオナルドは出演。このテレビ番組に出演したことが土台となり、その後名犬ラッシーやロセアンネなどにも抜擢されるようになります。このように数本のテレビドラマやシチュエーションコメディで活躍していた彼に、ついに夢に描いた映画界にも進出する機会がやってきます。彼が18歳になった1991年、ホラー映画クリッター3で主人公の息子を演じることになりました。さらに1993年にはボーイズライフにも出演。そこで共演のロバート・デ・ニーロにその演技を認められることになったのです。この時レオナルドは役に没頭していました。監督と様々な設定やセリフを相談していたほど、俳優として天性の才能を持っていたのです。1993年の12月に映画ギルバート・グレイブで知的障害を持つ男の子の役を好演しました。そこでレオナルドはアカデミー賞にノミネートされたのです。彼の濃厚な演技、そして見事な自然体の表情に世界中が魅了されました。
そしてレオナルドの名を全世界に轟かせ、その後の俳優人生を劇的に変えることとなった名作タイタニック。1997年に公開され、映画史上最も多くの制作費を投入した作品で、20年以上過ぎた現在も歴代世界興行成績3位にランクインしている伝説的な映画です。そして数多くの興行収入の記録を塗り替えた驚愕の映画となりました。日本ではレオ様の呼び名で親しまれ、今日まで長きにわたり愛されるきっかけとなった作品となりました。本作がアカデミー作品賞を受賞したこともあり、誰もがレオナルドの主演男優賞ノミネートに期待していました。しかし結果は惜しくも受賞とはなりませんでした。なかなか手が届かないアカデミー賞、タイタニックは今でも破られない大記録を持っています。北米ボックスオフィスでは15週連続1位という空前絶後の大業績となりました。その映画でレオナルドは数多くの名シーンと名台詞を残し、全世界の女心をつかんだのです。彼が出演した映画の大多数はヒットしたにもかかわらず、唯一なかなか手が届かないものがありました。それはアカデミー主演男優賞です。大ヒットしたタイタニックは、監督賞、作品賞、音楽賞など主要部門を総なめにしながらも、レオナルドは主演男優賞にノミネートすらされなかったのです。以後、20年近くいつも候補に上がっては受賞できないという彼の姿に多くの映画ファンは残念に思っていました。運が悪かったと言えるかもしれませんが、彼の演技力はいつも感動的です。しかし、よりによって彼が候補に上がった年は、特に歴代級の怪物がライバルとして現れていたのです。彼の初主演男優賞への挑戦は、マーティン・スコセッシ監督のアビエーターという作品でした。この年、レオナルドが競った相手は映画、レーのジェイミー・フォックス。視覚障害を乗り越えて、R&B 音楽の父となった実在の人物、レイ・チャールズを演じたのです。そして結局、主演男優賞は彼のものになってしまいました。それから2年後、もう一度マーティン・スコセッシ監督と一緒に、ディパーテッドで主演男優賞受賞に再挑戦したレオナルドの前にまたしても、映画、ラスト・キング・オブ・スコットランドが立ちはだかりました。黒いヒトラーと呼ばれたウガンダの独裁者イディアミンを演じたフォレスト・ウィテカーに押され、主演男優賞の受賞を逃すことになります。この時、フォレスト・ウィテカーは完璧な演技のために 20kg も太り、スワヒリ語まで勉強するなど、大変な演技を披露したのです。そして6年という歳月が経ちました。もう一度、マーティン・スコセッシ監督と一緒に、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートで3度目の主演男優賞に挑戦するのです。しかし結果はもう一度脱落。ダラスバイヤーズクラブで 21kg 減量し、エイズ患者をリアルに演じたマシュー・マコノヒーが受賞しました。相次ぐ受賞の失敗で苦渋を飲んだものの、彼の演技力は年が経つにつれてますます勢いが増してきたのです。2012年、ジャンゴ繋がれざる者の撮影での有名なエピソードがあります。演技に没頭していたレオナルドはテーブルを思いっきり叩きつけて手を切ってしまいました。流れる血が手全体を染めていきましたが、レオナルドは4分間続いたこの劇場的なシーンを NG なしで最後まで演技したのです。結局この血を脅迫する相手俳優の顔に塗るなど、瞬発力を発揮して帰って最初の演出しようとしたシーンよりもっと集中させる雰囲気を醸し出したのです。このように毎回受賞に失敗していたレオナルドは2年後の2015年、もう一度主演男優賞に挑戦状を突きつけます。実話を元にした凄絶な男性の生存記であるレベナント、蘇りし者。映画が終わるまでほとんどセリフがなく、ひたすら表情や身振り、そしてうめき声だけで演技するなど、ベテラン俳優の貫禄を見せてくれました。他にも野生のクマに死ぬ直前まで殴られ、生き埋めにされたりもしました。魚を生のまま食べ、寒さを避けるために馬の死体の中で眠るなど、映画の間ずっと凄絶な生存記を見せてくれたのです。レオナルドはこの映画でもう一度アカデミー主演男優賞候補にノミネートされることになります。今回こそレオナルドの番だ、という声が続々と上がっていたのです。そしてついに授賞式で彼の名前が呼ばれることになります。授賞式の直後、トロフィーに名前が刻まれるのを見て、レオナルドはこんなにすぐに名前を刻んでくれるとは思わなかった、と言いながら嬉しそうな姿を見せていたのです。レオナルドが絶賛した日本の作品と日本との意外なつながり。タイタニックを機に世界的なスターに躍り出た彼の歩みは順調でした。そんな中、レオナルドは2010年に公開されたインセプションの記者会見のために来日しました。
共演の渡辺謙、クリストファー・ノーラン監督、プロデューサーのエマ・トーマスと共に記者会見に出席したのです。記者会見の中で、レオナルドは日本のある作品を大絶賛しました。日本には、インセプションで感じられるシュールな世界観を受け入れる土壌というものがあると思う。というのも日本人が好きで、僕も大ファンの宮崎駿作品の千と千尋の神隠しだったり、黒澤明監督の作品にもシュールな世界観があるから。特に今回の撮影中には、黒澤監督の後期の作品である夢の話を渡辺謙さんと語った。この夢はインセプションとも通じる作品でもあるので、日本での評価が非常に楽しみだ。インセプションはとってもハリウッド的でありながら、珍しいタイプの作品で、こういった作品こそみんなに支持してほしいと思う。とコメントしたのです。レオナルドが出演したインセプションも、斬新で独創的なアイデアを持っているため、日本でも大いに受け入れられるはずと期待感を示しました。スタジオジブリの作品は日本だけでなく、海外でとても人気が高いのです。特に、千と千尋の神隠しは、アメリカでも大ヒットしていて、セレブたちが絶賛していました。レオナルドもこの作品の大ファンであり、自分の出演作品以外で最も感銘を受けた作品にこの千と千尋の神隠しを挙げています。そして、黒澤明監督の夢は1990年、宮崎駿監督の千と千尋の神隠しは2001年に公開されています。レオナルドがアカデミー主演男優賞を受賞したのが2015年です。この2つの作品のシュールな世界観が、レオナルドの演技に生かされていたのではないでしょうか。さらに、レオナルドは渡辺謙や松雪泰子という日本の有名俳優と共演もしています。今のレオナルドの演技力は、この2人から影響を受けている可能性も十分にありますね。ハリウッドスターの来日の目的は基本的に映画の PR です。ですが、それを名目に日本での観光が一番の目的だという人もいます。レオナルドも映画の PR として来日するついでにお忍びで日本での観光をしっかり満喫していたのです。レベナント、よみがえりしものの PR で来日した時もレオナルドは、桜の季節に来日したことはこれまで一度もなかったから、見れると思うと楽しみだ、とコメントしていました。その翌日には、レオナルドご一行は桜の名所である新宿御苑を早速訪れています。65種類1300本もの桜を誇る都内有数の桜の名所を、レオナルドたちはじっくりと堪能したのです。さらに、レオナルドは3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が起こった時にも、僕の思いは日本の人々と共にあります。皆さんがこの痛ましい出来事を乗り越えられることを願っています。と日本にエールを送ってくれたのです。日本への深い愛情がまっすぐ伝わってくる言葉ですね。親日家のレオナルドによるこの言葉の力はとても大きく、震災によって大きな不安を抱える人たちに勇気を与えたことでしょう。海外の反応。今回のことについて、海外からたくさんのコメントが寄せられていたので、ご紹介していきたいと思います。彼の演技が変わったなと思った時期があったんだ。それは日本の作品や映画を見てきたからなんだと思ったよ。彼は素晴らしい仕事をしているよ。日本の俳優と共演したことは、彼にとっていい経験だったな。日本人の素晴らしい表現力を吸収して、たくさんの映画に出てほしいよ。何年もオスカーを受賞できていなかったということは、実力がないんじゃないのか。今回の受賞はたまたまライバルがいなかったからなのかと思ってしまうよ。僕も気になって、黒澤明監督の夢を見たんだけど、まるで絵画の古典のような世界観だったよ。日本との出会いが彼にいい影響を与えたんだな。レオナルドはとにかく美しい。こんな最高の彼が、こんなにも日本を好きだったなんてね。彼がアニメにハマっていることも、来日回数も多いし、日本をしっかり楽しんでいることが伝わるよ。いかがでしたか？俳優として大成功を収めているハリウッドスターレオ様は、さぞ華々しい人生を送ってきたのだろうと思っていた人も少なくはないのではないでしょうか。しかし、ここまで来るのにはオーディションを何回も受け、挫折しながら挑戦を続けなければならない状態でした。何度もアカデミー主演男優賞の受賞を逃すなど、悔しかったと思います。受賞するまでには、長い道のりでしたがオスカー像を手に入れることができてよかったですね。また、親日家ということもあり、日本の文化や作品などの大ファンということが分かりました。その中でも、千と千尋の神隠しを絶賛してくれていたことは日本人として、とても嬉しいことですね。
今後も千と千尋の神隠しや他の日本作品が海外の人たちからもっと見てもらえるようになるといいなと思います。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。コビト賞のハリウッド俳優ピーター・ディンクレイジが日本旅行で感動したことをアメリカのテレビ番組で語り、大きな話題を呼びました。彼は生まれつき軟骨無形成症を患っており、街中では心ない言葉をかけられることもあったそうです。そんな中でも自身の身長を生かしてこれまでに数々の映画に出演し、手にした賞は数えきれません。プライベートで日本と韓国へ旅行に行ったというピーター。両国の違いをテレビで語ると視聴者だけでなく全国で驚きの声が上がったのです。では彼が体験した日本と韓国の違いとは何だったのでしょうか。今回はピーター・ディンクレイジを感動させた日本の魅力とそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。身長よりも大きな力を持つ俳優ピーター・ディンクレイジ。ピーター・ディンクレイジは1969年6月11日アメリカ生まれの俳優です。他の俳優たちと決定的に違うのは彼の容姿そのもの。生まれつき軟骨無形成症という病気を患っており、コビト症の代表的な病気です。骨の太さは成長しますが、長い骨が十分な長さに成長しないため、彼の身長も132センチ程度だといいます。世界では約1万から4万人に1人の割合で遺伝子の突然変異により発症し、彼の両親と兄のジョナサンは平均的な身長だそうです。子供の頃から演劇に興味を持ち、高校では演劇のクラスを取っていました。卒業後はバーモント州にあるベニントン大学に入学し、1991年に演劇の学位を取得して、在籍中は数多くの舞台作品に出演しました。大学を卒業するとニューヨークに住み、友人と劇団を立ち上げます。しかしうまくいかず、俳優の仕事を探しながら6年間データ処理会社に勤務することになります。そんな苦しい生活の中、1995年にインディペンデント映画であるリビング・イン・オブリオン悪夢の撮影日誌で正式にデビューを果たすことができました。その後は X-Men フューチャー&パストやアベンジャーズインフィニティ・ウォーなどに出演し、実力派俳優として名を挙げます。また2011年から放送が開始されたテレビドラマシリーズゲーム・オブ・スローンズでピーターは主要人物の一人であるティリオン・ラニスターの役をオファーされましたが、最初は乗り気ではなかったようです。その理由について彼は後にこのように語っていました。私たちコビト賞のような人間にとってファンタジーというジャンルは月並みだ。どうして退屈なとんがった鼻やひげをつけなければいけないんだと思っていたんだよ。だってそうしなくちゃいけない理由なんてないだろ。なんで未だにそんな固定概念にとらわれているんだって思ったんだよ。そんなものは必要ない。だから僕は総制作チームに伝えたんだ。当時の私は原作も読んでいなかったし、ティリオンについて何も知らなかったんだ。私は単に嫌なやつだったんだよ。しかし原作のティリオンはピーターが想像していたようなステレオタイプのキャラクターではありませんでした。大酒飲みの作詞で慈愛の心も持ち合わせている複雑な男性だったのです。彼はティリオンが奥が深い役だということを知って、自分自身がキャラクターに対して間違った先入観を抱いていたんだと思い、オファーを引き受けることにしました。そんなトラブルもあった本作ですが、実際に公開されるとピーターはティリオン役で高い評価を得ました。エミー賞ドラマシリーズ部門助演男優賞に8度ノミネートされ、4度受賞する最多受賞記録を更新する快挙を果たし、ゴールデングローブ賞シリーズミニシリーズテレビ映画部門助演男優賞も受賞することができたのです。ではそんな彼が語った日本と韓国の違いとは何なのでしょうか。韓国では見た目が全て。ピーターはアメリカのテレビ番組で初めてプライベートで日本と韓国を訪れた際のことを語りました。最初はありきたりなことしか言わなかったピーターにしびれを切らした司会者が、じゃあ日本と韓国を旅行した時に何が一番大変だったの?という質問をしました。するとピーターは少し黙って考えた後、暗い表情で静かに話し始めました。韓国では
僕のような体の人間は生活できないらしい。この言葉に会場はざわつきました。それを気にせず、ピーターは話を続けます。空港に着いた時から、韓国では違和感しか感じなかった。僕はご覧の通りの見た目で、人と容姿が違うということはよく理解している。もちろんみんなも知ってると思うけど、アメリカでは人の容姿に対し、何かを言うというのはご法度だ。僕の性格についてからかうことはあっても、ほとんどの人が見た目については何も言わず、見向きもしないで通り過ぎていく。だけど、韓国では全く違った。言葉はわからないけど、ひそひそと話しているんだ。それが俳優としての僕に対してじゃなくて、小人賞としての僕を見下したものだったことは、雰囲気で理解できたよ。ピーターからの衝撃的な発言に戸惑いながらも、どうして見下されていると思ったのですか?と司会者は質問を続けました。それに対してピーターは、それはにやつきながら人に指さしてひそひそ話したり、僕と目が合った途端に、さっと顔を背けていたら誰でもそう思うだろ。そういう人が取る動作は、世界共通なんだと勉強させてもらったよ。と答えました。韓国の空港に着いた途端、ピーターは嫌な雰囲気を感じつつも、せっかくのプライベート旅行だから。と気持ちを切り替えて歩き出しました。しかし、その時、ちょうど誰かがキャリーバッグにぶつかってきたそうです。その人は自分が悪いにもかかわらず、すごい形相で彼を怒鳴りつけました。唖然として固まっていると、空港のスタッフが駆けつけてきましたが、すごく迷惑そうな顔をしているだけで、二人の間に止めに入るわけでもありません。さらには、スタッフさえも韓国語で話し、何を言っているのか全くわからなかったと言います。空港だというのに、英語を話せるスタッフはいなかったんですか?という司会者からの質問に対して、わからないね。ただ、韓国に滞在している間、僕は英語を一切聞くことはなかったよ。とピーターは語りました。空港はいろんな国の人たちが集まる場所です。そんなところで、スタッフさえも世界共通語でもある英語を話さないというのは、ピーターだけではなく、他の利用者にとっても優しくありません。また、韓国の街中の様子についてはこのように語っています。とにかく、公共機関が使い物にならないというよりも、身体障害者向けのサービスというのが、ほぼないに等しい。韓国では、車椅子の方が電車に乗り降りするときに、手を貸す人もいない。それに、階段に設置された車椅子用のリフトは故障しているから、少し離れた場所にあるエレベーターまで移動しなければならないんだ。それは公共施設だけじゃなくて、街中でもそうなんだ。韓国の街中には、日本と同じようにこじゃれたカフェや雑貨や服屋が並び、たくさんの若者や観光客で溢れかえっています。しかし、どの店舗も入り口が階段になっているか、段差になっていて、車椅子の人は利用できない作りになっているのです。さらに歩道の幅もとても狭く、道の両端には大きな木が植えてあり、人混みをかき分けつつ、車椅子でスムーズに移動するなんてできそうにもありません。そうなると、移動できる場所が車道しかなくなってしまいます。また、韓国は車の交通量が多く、スピードも速いため、そんな中を移動するのはとても危険なのです。街中でも、僕への好奇の視線が途切れることはなかった。それどころか、僕を指さして大声で笑うような人もたくさんいたよ。それで僕は悟ったのさ。韓国という国は、障害者にとても冷たい国だって。帰国してから韓国という国について調べたけど、あの国では、見た目が何を差し置いても絶対的な正義なんだ。韓国は美容整形がとても有名な国だろ?それが国民の意識にまで出ていて、若い女性が就職するときには、醜いと落とされてしまうから、整形が必須と言われているらしい。すべての企業がそうだとは限らないけど、大手企業になるほどその傾向が強いんだよ。ピーターが番組の中で韓国の体験談を話している間、誰一人として笑う人はいませんでした。あまりに差別的で人間性に欠ける韓国社会の現実に、誰もが絶句してしまったのでしょう。会場が暗い雰囲気に包まれていたのを見かねた司会者は、日本についての質問を始めました。すると、ピーターの表情は一気に明るくなったのです。真の先進国は日本だよ。日本は素晴らしい国。アメリカが一番の先進国だと言われているけど、真の先進国は日本だよ。飛行機から降りた時、ほんのりと醤油の匂いを感じた。最近は、アメリカでも寿司ブームだからみんなも知ってるだろう。あの匂いだよ。韓国では、
降りた瞬間から周囲の人にジロジロ見られたけど、日本では全く視線を感じることはなかったよ。多分、僕が俳優だということに、誰も気づいてなかったんじゃないかな。先ほどとは打って変わり、日本について熱弁するピーター。その様子に司会者は驚きつつも、質問を重ねていきます。どうでしょう。あなたは名の売れた俳優ですから、誰も知らないなんてことは考えられないと思いますが、私も長い間司会業を務めてきましたが、日本へ行ったというセレブたちは、誰もが、日本では特別扱いをされることなく、穏やかに過ごせたと言ってますよ。それに対してピーターは、このように答えました。道理で誰も僕をジロジロ見なかったんだな。きっとそれは、日本人は恐ろしく人に気を使う人たちだから、あえて特別扱いしないことで、過ごしやすくしてくれたってことなんだよ。日本について話し始めてすぐに、このような発言が出ることからも、ピーターがとても日本を気に入ってくれている様子が伝わります。また、彼は日本の街についてもたくさんいいところを教えてくれました。日本の街は、アメリカと比べてもインフラが整えられていて、誰もが快適に過ごせるように作られています。障害者や高齢者などが、公共交通機関や建築物などを快適に利用できるように定めたバリアフリー法は、2006年12月に施行されてから10年以上になります。その中で、2018年の調査では、1日あたりの利用者数が平均3000人以上の鉄道駅において、バリアフリーなルールが一つは確保されているという駅は 89%、視覚障害者を誘導する点字ブロックが設置されているという駅は 94%、多機能トイレがある駅は 85% となっています。また、隙間を埋めるための可動ステップや、スロープ状にかさ上げして段差を解消し、隙間を解消するゴムも設置しています。駅だけではなく、観光地として人気を集める、歴史的建造物のバリアフリーも進んています。国宝や重要文化財に指定されているものは、文化財保護法により保護することが定められています。この法律では、補修をするときでさえ、その建造物の価値を損ねないように、十分に検討して、慎重に行うように決められています。つまり、現状を変更するようなスロープやエレベーターの設置というのは、容易にはできないのです。そうした中でも、国の重要文化財に指定されている札幌の豊平館は、木造2階建て、地下1階建ての建物ですが、車椅子で自由に見学できるようになっています。2016年に建てられた建物の裏側にある付属塔。これは豊平館よりも一回り小さく作られ、景観を損ねないように、正面からは見えない作りになっています。建物にはエレベーターがあり、豊平館とそれぞれの階を渡り廊下で結んでいますが、2階には必要最小限の扉をつけました。このように、問題なく日常生活や観光を行うために、日本はバリアフリー化を進めているのです。そうした日本の様子に触れながら、ピーターはこのように語りました。君、知ってるかい？日本人というのはとても親切な人なんだ。それは、彼らの対応を一つとっても説明できるほどに。だけど、僕が感心したのは、その親切さが街そのものに反映されていることだよ。日本のバリアフリー化は本当にすごいんだ。かゆいところに手が届くって感じだね。自分だけではなく、他者のことを大切に思う日本人の親切な心が、そうした街や観光地にバリアフリーという形で現れているんだ。日本人は障害者のことを仲間外れにしない。当たり前のことだし、自分の心の中で思うのは簡単だ。だけど、それをちゃんと行動に移して形に残せるのは、日本人くらいだと思うね。この放送が終わると、アメリカの SNS 上で大きな話題となり、SNS 上では日本に対する称賛が数多く投稿されたのです。海外の反応。今回のことについて、海外のネットユーザーから多数コメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。僕の家族には車椅子を利用している人がいるんだ。車椅子ってかなり幅を取るし、普通の人からしたら邪魔だろ？だから、旅行に行くのは我慢していたんだ。でも、ピーターのコメント通り、日本が車椅子の人に対しても素晴らしい国なら、ぜひ旅行に行きたいね。私はずっと彼のファンだから、韓国については本当に怒っているの。現代は多様性の時代でしょ？それなのに、少し自分と違うというだけで差別するなんて最低だわ。彼が日本にも行ってくれて、本当に良かった。そうじゃないと、彼の旅行は最悪だったからね。
日本に旅行した時、電車に乗る機会があったんです。言葉もうまく通じない国で本当に緊張しましたし、何より同行者が車椅子だったから、車輪を隙間に挟まないように電車に乗せることはできるのかと不安だったんです。その時、駅員さんが私たちのそばに来て、簡易的なスロープを見せて微笑んでくれました。そして、電車が来るとスロープを敷いて、車椅子を押してくれたんです。言葉は通じなくても、彼の笑顔と行動が本当に素晴らしくて、それだけで日本に行った価値がありました。日本だって不便なところはあるし、人のことを変な目で見るじゃないか。俺が日本に旅行した時、肩をぶつけられたから怒鳴ったら、周りの人がスマホで撮影してきたんだぞ。それなのに、優しい国だなんて言えないだろ。日本の施設もそうだけど、ご飯も本当に美味しいわよね。私も日本が大好きで、夏休みには必ず日本に行くのよ。ご飯が美味しくて美味しくて、滞在中、ずっと食べてばかりいるんだけど、帰国して体重計に乗ると痩せてるの。日本の料理は本当にヘルシーなのに、満足感がすごいから、痩せたい人は日本に行くべきよ。以上が今回寄せられたコメントの一部です。いかがでしたか？前述した通り、日本はハンデを持った人でも生活しやすい工夫がされています。ですが、まだまだ全ての施設や建物がバリアフリー化したわけではありません。ピーター・ディンクレイジが日本人の優しさについて語ってくれたように、困っている人がいたら進んで手を差し伸べていくことで、みんなが生活しやすい社会になるのではないでしょうか。これからも海外の人も含め、日本人も生活しやすい社会を私たちで守っていきましょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。